早速ですが自己紹介からよろしくお願いいたします。はい、月の帰りと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、アート作家としてやらせていただいてます。はい、私がですねアート作家として絵を描き始めたのは実は12年前でした。はいはい、僕今58なんですけど、はい、46の時から始めまして、はい、でそれまでは高校の授業以来絵を描いたことはなくて、はい、普通にサラリーマンとして過ごしていました。それはもうアート系とか関係なく関係ないシステムエンジニアです、ね、全然違うんです、はい、僕定年したらちょっと絵を描きたいなってずっと思ってはいたんですね。あ、それはあったんです。はい、はい、うん、それで、定年を待たずに46の時にちょっと体を壊しました。はいはい、で6ヶ月間休職をするということになりまして、はい、まあ、休職ということで時間ができたな、うん、リハビリも兼ねて、はい、じゃあ絵を描き始めようか、うんうん、と言って描き始めて、はい、それが癖になって以来こんな感じになった。ちょっと走りましたけど。だいぶ走りましたけど、ね。はい、でパソコンも使えるんで、はい、じゃあイラストレーターでパソコンで描こうっていうことになりまして、はい、パソコンで描き始めて、はい、デジタルのイラストレーターを描いていたんですけども、はい、デジタルのイラストレーターって結構限界があって、うんうん、それを使って何か工作のようなものをしたいなと思ったんですね。うんうん、でこちらをご覧になっていただいて分かるんですけども、こう絵が階層にこうレイヤーになってますね。そうですね、なってるんですね。これ原画は全部パソコンで描いてるんですけど、1レイヤー1レイヤー全部積み重ねつつ半立体にしてあるんです。それで階層でやっていくうちに何かこう他のこう素材を使ってもっと綺麗にキラキラに見せたいなと思いました。うんうんうん、そこで出会ったのが透明のレジン、透明樹脂なんですね。でこちらの方をレジンをかけながら、これプリントアウトした実はプリント用紙なんですよ。あ、インクジェット用紙。そうなんですか。じゃあ、まあ、皆さんが家にあるようなものを使ってるんだ。で、あれのもうちょっとパールの入った高級な写真用紙を使ってるんですけども、それに印刷したものにこの透明の樹脂をかけてレイヤーにしていきつつ、あとは背景に鏡を仕込んだりとか、へ、あと、うん、ここの周りにですねラインストーン入れたりとか、はいはいはい、しながらこういわゆるこう、うんうんうん、ギャルが使っているようなデコのねはい、はい、技術を使って、うんうん、これなんかで言うともともと風神雷神の、はいはいはい、田原江壮太さんの風神雷神ですね。それからあと浮世絵の要素もありますね。はい、でこの昔からの、絵柄を使ってで今風の素材で構成した見た時にどんな感じになるだろうか、うんうんうん、というのをテーマにして描いた作品なんです。これでもじゃあ今作家活動になったわけじゃないですか。はい、サラリーマン辞めてよかったなと思う時はどういう時ですか。会社行かなくていいことですねなるほど、でもやってる作業としては結構だからなんだろ こう自由な感じですけども、はい、作業はすごい大変ですよね。大変ですね。サラリーマンの仕事を辞めて大変じゃなくなったってわけでもないですもん。大変ではないんですが、うん、労働時間は長くなりました。逆にですか。逆になる、うんうん、これは間違いです。なんか僕は最初こうパッと見た時にこの、まあ、特にこっちの作品なんかもそうなんですけど、なんか小学校の夏休みの宿題のなんかイメージが、うん、箱にこう閉じ込めるなんか作ったじゃないですか。あれのなんか最高峰というか今っぽいものを見てる感じがしたんですよ。まさにおっしゃる通りで、本当ですか。僕のやってる行為というのは自分ではですよ、うん、自分では、それこそ、小学校中学校高校の時、うん、美術とか図工はやってたわけですよね。うんうんうん、そこから一回このアートとは全く切れて、うん、何十年も別のことをして再開したんですよ。うんうん、そうするとその再開の時何考えるかというと、うん、ここの前にやっていたことの、うん、やり残したものとか、うん、忘れ物を取りに行くような感覚なんです。ああはははあ、まんま夏休みの、うん、工作で、うん、あ、これやりたかったなって思う思いが直結してこういう形になっている、うん、じゃああながち間違ってなかったんです、ね、間違ってないところが言っていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそですよ。僕は思うんですけどね、うん、こういうその業界に入りますと美術大学を出た方とかっていうのと、うん、こうしのぎをいい意味で削っていくわけなんです。でそうするとやっぱりそういう子たちを見ていると技術とか知識とかもう全然かなわないですよ、うんうんうん、その18とか20代の頃の自分と考えると、うんうん、でも自分には何があるかっていうとそれ以外の経験があるんですよね、うんうんうん、絵を描きたかったとかでも描いてないとか別のことを経験してるとかっていうのがアートっていうのは総合力だと思いますので、うん、画力とか知識とかっていうのは一つの大事な要素ではあるんですけども、うんうんうん、それ以外の重要なものがいっぱいあってそれ実は僕ら持っているはずなんですね、うんうんうん、その美術教育を受けなくと、うん、最後にこう一言じゃあ皆さんにつべこべ言わずに来てくださいはい、ありがとうございます。水彩作家をしております、うん、ゆうくと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、私はですね6年前に、はい、作家活動を始めて、はい、
で独学で大学などは行かずに、今活動をしております。そのきっかけはあるんですか？きっかけは絵を描くことは昔からずっと好きで、うん、もう幼少期から何を無人島に持っていくって言われたら紙と鉛筆っていうぐらいそんなになる絵が好きだったんですけど、うんうんうん、その好きがゆえに学んで嫌いになりたくなかったんですね。ああなるほど、はいはいはい。そういう道は避けて普通に大学英文学科を卒業して、一般企業に。じゃあどうしてそれをじゃあ仕事にしようというか。東京に出てくることがあって、うん、でその時にちょっと仕事を辞めるってなったので、はい、うん、自分が好きなことで、うん、何か働いてみようって、うんうんうん、で美大に出てなくても働ける絵に関係する何かを探した時に額縁屋さんに行き着いて、なので6年間ぐらい額装屋さんとして働いてたんですね。でその中でそこの会社が今度ギャラリーカフェを開くってなって、で、まあ、最初1年目なかなか有名な人呼べないからやってみるって言われて、はい、何も知らずにやりますって言ったら銀座のところでやることになるっていうのが一番最初の個展。これでも作品見せてもらった時に言われなかったら水彩って思わなかった。いわゆるこう水彩絵の具の水彩画っていうとこう優しい雰囲気のタッチのそういうイメージですけど、これ水彩なんですか？そうなんです。もうまさにすごく嬉しいことを言っていただけたんですけど、どうしても水彩っていうとこうカルチャーセンターの習い事だったりとか、あとその小学校の時に写生大会でやったよねみたいなイメージで、その使いやすい画材ではあるけど、あんまりこのアートシーンに出てきにくい、よくそうあんまり見ない画材だよねっていう認知の垂れ腐れ方が特に日本だと多くって、海外だとちゃんとその大学美大に水彩学科っていうのがある。あ、そうなんです、はいはい、ですけど、うん、それが日本芸大にはないと、うん、ないですね、はい、ってなって、じゃあ、うん、あえてその水彩で行ってみようって、昔から誰もやってないことがしたいっていうタイプだったので、うんうんうん、ひねくれ系だったので、はい、じゃあちょっと実際にその作品についてじゃあ細かく聞いてみたいなと思うんで人型のシルエットシリーズというものですね。はい、私が今まですごく引っ越しが多かったですよね、はい、でその中でこのグループ、もう出来上がってるグループに属すには、うん、自分の今どういう顔を変えてここにいればいいんだろうとかっていうことがすごく多くあって、機会として。でそれをまあ簡単に言うと、まあ、作品に表してるっていうところなんですが、その1層目のところは自分の素の状態。うん、おこれはじゃあレイヤーになってるの？そうなんです。この人型っていうのは必ず私の別の作品に入っているちっちゃな女の子が必ず登場してくるんですけど、それを拡大して描いてます。でそのちっちゃな女の子っていうのは自分として描いているものなので、これはもうまさに自分のシルエットとして描いております。その上から今度はこの周りの黒を塗ってるんですか？そうですそうです。でこの作品の中でいうその黒の役割っていうのが、自分以外のもの、敵対するものだったりとか、今でいうと SNS と自分の心を少しこうかき乱すものだったりとかっていう、まあ、他人っていうものですね、をこの黒で表していて、で自分のこの素の部分を満たす形を保つにはこの金色の鎧をかぶってこう生きていく必要があるよねっていうことで、これもじゃあやっぱり一発本番みたいな。そうですね、昔から失敗っていう言葉が好きじゃなくって、何かピッて跳ねちゃったって思ったら、そのピッて跳ねたのをこっからどう広げるかっていうのがすごく好きだったので、そういう意味でも水彩ってよくこう間違いが許されないってよく言って敬遠されることが多いんです。上から塗りつぶすのができないとか、そこが私としてはすごく愛くるしいというか大好きな画材の特徴の一つで、何かが起きてもそれがめちゃくちゃ長所になる、それがなんかね人生とも重なってるところがあるなっていうので、はい、これはウィンドウシリーズと呼んでいるものです。はいはい、でこれはですね、その1層目を作るところまでは一緒なんですね、もう無作為にいろんな色をただこう並べていく、でその素の状態の自分の中からここが綺麗に滲んだとか、ここをめちゃくちゃ人に見てほしいとかっていうところをこう切り取って人に見せる部分、窓の金膜の中にあるところですね。で逆にこの白く塗りつぶしてるところっていうのは相手に見てほしくない、ちなみにここにいる女性が先ほどの絵のじゃシルエットになって、そうなんです、はい、なかなか同じ展示の中でこっちのシルエットの人が同じ場所にいるっていうことはないんですけど、今回せっかくこういう場をご用意いただいたので、対となる作品っていうのを今回ちょっと鏡合わせの場所に、はい、なるほど。でこれやっぱセットで見るといいんですね。そうですね、はい、でも水彩のだから魅力がこれで
広がりましたね。広がっていただけると嬉しいです。じゃあ今無人島に持ってけって言われたら水彩に持ってください。そうですね、はい、水彩 の、まあ、あの可能性とか面白さとともに、まあ、今回3人全然違う作風が揃っている3人展なので、ぜひそのあたりもこう比較しながらあの楽しんでいただけるといいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。